Xbox ファンの皆さん、こんにちは。ペルソナ5タクティカプロデューサーの野村敦史です。2016年に発売したペルソナ5、昼は学生、夜は心を盗む怪盗として過ごす1年間の二重生活と、悪い大人を改心させる痛快な世直し劇は多くの方に愛していただきました。全世界900万本のセールスを突破した本シリーズから新たに、戦術で見せる RPG ペルソナ5タクティカが登場します。今回は本作のクエストの情報を初公開いたします。 P5T のメインストーリーを進めていくと、特別なギミックやクリア条件を持ったステージが追加されます。それがクエストです。クエストでは仲間たちとの会話が楽しめるほか、クリアすることでスキルツリーを成長させるポイントを獲得できます。たくさんのクエストをクリアすれば、最高クラスのスキルが解放されたり、強力なペルソナを生み出せるようにもなります。1ターンで敵を全滅させなければならないステージや、大量の爆弾を活用して敵を倒すパズルのようなステージなど、いずれも通常のバトルとは一味違うステージが待ち受けていますので、ぜひ挑戦してみてください。ペルソナ5タクティカは Xbox シリーズと Windows 対応で、2023年11月17日発売予定です。そしてゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。